いやー、いいよなー。カメハメハ撃ったり、武空術で空飛んだりとかもいいよね。主人公が持ってる特別な力って羨ましいよねー。あれもいいな。右手がなんかこう、特別な力になってるとかっていう、俺の右手がミニーみたいになってたりしてもいいよね。主人公の力って、ほんと憧れちゃうよね。欲しいなー。お前そんなもんが欲しいんか？特別な力みたいな。え？いや、妹子さん、そりゃそうですよ。誰だって妄想の中では自分が主人公なんですよ。で、その自分だけの特別な力で悪と戦ってヒーローになるんですよ。まあ、でも妄想の話なんでね。所詮、俺が主人公になることなんてないんですよ。そんな力を授かることもないし。そんなに欲しけりゃ、くれてやるか？特別な力。え？だから、授けて進ぜようか言うてんねん。お前だけの人間離れした、常識ではありえないような特別な能力や。妹子さん、そんなことできるんですか？お前、わしを誰やと思っとんねん。おのの妹やぞ。タイムスリップしてこの時代に来てんねんぞ。わわわわ、すごい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 、そんなことできるの、妹子さん。でもどうせ、あれでしょ？なんか悪いことが引き換えにあるんでしょ？例えば、特別な力の代わりに寿命が半分になるとか、脇が臭くなるとか。何にも特に損はあらへんで。しかもあれやで。三つの中から一つ好きな能力を選べる選択制やで。嘘、至れり尽くせりじゃないですか。お願いします。どうにか僕にじゃあ特別な力ください。あれがいいな。タイムスリップとか、時間止めたり。中華まあ落ち着け。じゃあ今から三つ言うから、その中から一つ選んでな。まず一つ目が、相手の顔を見ただけで、その相手のチンコのサイズ感がわかる能力や。二つ目が、相手の顔を見ただけで、その相手の陰毛が薄いのか剛毛なのかがわかる能力や。何それ？三つ目が、空を飛べる能力や。いや、絶対三つ目でしょ。何なの最初の二つ。バカなの？何なの？チンコのサイズがわかるからって一体どうなるっていう話なんですか？ケージ、はい。チンコ小さ。うるさい！お前一個目の能力もらっとるやないかい！何なの？待って、俺はチンコ小さくないぞ。俺はチンコ小さくないぞ！いや、わし、その能力授かってんねん。ケージ、チンコ小さ。やめろ！お前もうやめろ！それ以上はやめろ！ほんまに空飛ぶ能力で、ええんか？いや、むしろそれしか選択肢はないですよね。よく考えてみ、空飛んでどうすんねん？まあ気持ちいいっすよね、空飛んだら。北海道のこの寒い季節の中、空なんか飛んでみ？死んでまうで。いや、まあじゃあ夏に飛べばいいじゃないですか、空は電ね。線とかに絡まったり、高層ビルにぶつかったりしても危ないんちゃうんかな？チンコのサイズにしとけって。いや、何の役にも立たないでしょうが。なんでチンコのサイズにさせたがるの？例えばな、お前。もし、お前が会社でミスをして、上司に怒られたりするやん。ケジ、なんだ、この報告書は、見ざらげないか言うて痛い痛ね。い痛い痛い。胃が痛くなるからやめて。そんな時に、この能力があれば、ああ、あの上司、俺にあんなこと言ってくるけどさ、めっさちんこ小さいわ、あいつ、って優越感に浸れるから、うわ。勝ち誇れるやん。その発想はなかったわー。いや、わしも、聖徳太子に怒られても、もう全然実際平気やったしね。なに、聖徳太子って、チンコ小さいの？マジで小粒やから。ダメや。なんで？ケイジ、お前もチンコ小さいから、おい！優越感どころか常にやめ劣等ろ！感にさいなまれるんちゃうか。やめろ言うだろうが！それ以上言うなって言っただろうが！なると、陰謀の濃さを見破る能力か。いや、それはさすがにいらないですそうわ。やな、その能力はあんまり使い道ないねやな。せいぜい女の子の顔を見て、ああ、あの子あんな顔してんのに、陰毛は剛毛なんやなーって思うくらいしかできんなー。ん？
それめっちゃいいじゃないですか、それうわ、それ思いつかんかったわ、今の今まで。うわうわうわ、それ最高かよ、マジで。俺その能力にするわ。やば、こんな得る能力だったとは、足も今まで気づかんかったわ。くっそー。あ、ちょっと待ってくださいね。僕ひょっとしたら生まれつきその能力持ってるかもしれません。うん、持ってるかも。なんやで。いや、なんとなくなんですけれども、相手の顔見ただけで陰毛が濃いかどうかは分かるような、なんか気がするんですよね、僕。ほんまか。じゃあ剛力彩芽は剛毛。正解。石原さとみは剛毛。正解。指原莉乃は剛毛。正解。これは特別な力じゃなくてただの妄想なんじゃないかな、妹子さん。ひょっとして